一ノ瀬みゆきのスター育成トークバラエティーハッピースター、イエーイ。あったかいんだから、ということであったかいんだからで始まりました。このスター育成トークバラエティーハッピースター、この番組はアーティスト様を中心にお迎えし、カラオケバトルやフリートークを通して視聴者の皆さんと一緒に応援育成する新感覚なトークバラエティー番組です。ここ道玄坂カフェでの通常営業中での生放送、今日はどんなアーティストとどんな番組を作り上げていくのでしょうか。どうぞ皆様最後までお楽しみくださいませ。それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。芝穂奈美さんとモアさんです。よろしくお願いします。はい、まずはお二人の自己紹介からお願いします。はい、じゃあ私からいきます、ね、はい、いきます。芝穂奈美です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあお次、モアと申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。で、簡単な自己紹介をいただいたところで、早速この番組の、最初のコーナーでありますカラオケバトルへ行きたいと思います。カラオケバトル、緊張しますか？緊張ですね。さっきあったかいんだからとか、本番前2人とも結構はじけてましたが、はじけてましたけど、なんか映ると、ね、ね、そういう予想に反してこう、うん、緊張度が上がるみたいな、伝わってくるけど、ちょっと本番中もはじけていただきたいので、はじけたい、よろしくお願いします。はい、カラオケバトルコーナーはですね、ルールは至って簡単です。今日はですね、アーティストそれぞれの得意な楽曲をワンコーラスずつ歌っていただきたいと思います。そしてその得点を競うコーナーとなっております。罰ゲームとかは本日用意してないのでしてないの、本当は、ね、用意するつもりだったんですけども、いやでもよかった。ございませんので、のびのびと歌っていただければと思います。順番なんですけども、じゃんけんでやりますね。じゃんけんで、どうしようかな。勝った方からいきましょう。勝った方から、勝った方から歌いましょう。うん、それを、それ勝った方がいい。どっちがいい。まあ、先の方がね。おお、じゃあよし、さあいきます。最初はグーね。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあモアちゃんから始め、じゃあ行かせていただきます。はい、では今日は何の曲を歌ってくださるんですか。ですね、入れちゃおうか。入れましょうか。入れてからじゃあ、じゃあ私がやりますね。はい、お願いします。歌わせていただきますのは、はい、まこさんっていうアーティストさんなんですけれども、うんうん、まこさんのローアという曲になっております。はい、ではマイクを持っていただいて。緊張してるの？大丈夫？それジャンプした方がいい。そうだね、ジャンプした方がいい。じゃあ意気込みをカメラに向かって一言。緊張するな。さて、まあ他人の割り勘で新しい曲にはなるんですけれども。生まれ変わる。
出ちゃいますからね。調子に乗っちゃったのが途中笑ってたもんね。ちょっと悲しいみたいになっちゃう。
はですね、あのテラスハウスっていうドラマがやってたんですけど、まあ、映画にもなっていて、それ の, あのテイラー・スウィフトの歌 の, あの日本語バージョンを先ほど歌わせていただいたまこさんっていう方 の, あのアレンジであの日本語バージョンで書き換えてある詩なんですけれども、すごいいい歌詞になっておりまして、はい、男女の恋愛模様を描いた歌詞になっておりますので、はい、ぜひ聴いてください。私のそばにいてなんて口が裂けても言わない。なぜとぼけた顔をして聞いてくる君が憎い。あれほど傷つけられたのに信じてくれたから、私どこまでやってくれたこと何かの間違いじゃないの。朝から晩まで。朝。入り浸ってますね。むしろ家
んだんですけど、なぜかその炭水化物抜きますってうちのブログ上げてからいいねがすごい来て、すごい、それはいい意味で、まあ、嬉しかったんですけど、それはもうお前痩せる気でいいのかみたいな感じの変なプレッシャーを受けて痩せるよみたいな、いいねいいね痩せるじゃあ痩せるよみたいな感じのいいねのなんかこの変な圧力にプレッシャーだね。そう、あこんなみんないいねしてくれたからちょっともう結果出さなきゃいけない。うわすごいね。やっぱみんなのこういいねに応えて、そうですね、ちょっと多かったので今日は何日目なんですか。今日はでももう1週間半ぐらい経っていて、えもうまるっきり食べない。いやまるっきりはちょっとさすがにやばいから。炭水化物は夜抜く時とちょっと食べる時があって、まあ後から聞いたんですけど、その炭水化物抜きダイエットって、やっぱり抜きすぎてもいけないみたいで、適度に取らなければいけない。適度にとって、まあ、痩せれたらいいかなと思って、それが昼あじゃなくて朝と昼はしっかり食べるんですよね。そうですね、もりもりおにぎりもりもり食べて、夜は炭水化物を抜くとか。そうですね。そうするとなると何食べてるんですか。とか米とか食べれないわけじゃん。米、パン、パスタ、うどんラーメン、もうテレビでやってるとよだれが出ちゃうんですけど、何食べる。朝はあのフルーツグラノーラあるじゃないですか。はい、牛乳かけるし、牛乳で食べる。なんか朝は痩せやすいので、なんかなんだろう、その穀物系の、そういうのを食べた方が朝いいみたいで、なんか腸の調子とかも良くなるみたいで、そうそう、だからそれは食べるようにして、お昼からおにぎりだとかちょっとがっつりしたものを食べて、エネルギーを貯めてっていう感じでやってます。じゃあお昼が重要だ。そう、お昼がちょっとね、かなりあの勝負時で。そうなんですね。3時までにはもうがっつり食べる、3時以降は食べないでっていうように、ちゃんと決めてるんですね。時間もじゃあこの時間までとりあえずこの時間までみたいなそうは一応が決めてやってますね。やっぱうちらも女性だからそういう話には食いつくよね。うん、すごいなんかグイグイ来たなアーティストなのにそこにグイグイ来られちゃったね。そんな感じですかね。はい、夏ですから、もうすぐ。今日も暑いですからね。今日もね、すごい暑い。ね、おたれデニムだし。そうデニム仲間みたいな。普段モアさんはどういうところで活動してるんですか。はい、私が普段の活動する拠点として、まあ、あの隣にあるあの柴ちゃん、シパンドラさんと共演することが多く。大体あの新宿のロソさんっていうカフェバーみたいな、カフェバーさんで、あの大体6時スタートとか一緒にやらせていただいたりとか、あとはまあ最近その、まあ、一ノ瀬さんのイベントを、そうですね出させていただいたりとかを中心にやってる感じで、まあ、最近ちょっと活動がちょっとずつ増えてきたりとか、まあ、あと自分でもちょっと広げていきたいなとか思いながら、まあ、後々その、まあ、来月再来月ぐらいからちょっと自分で動いてみようかな。楽しみです。そうですね、はい、その告知とかも、まあ、ブログとかでもアメブロで、ツイッターから飛べると思うので、そこで告知とかもしたいと思います。はい、じゃあ後々あの告知コーナー設けますので。そうですね。詳しく告知コーナーいただいて。はい、そうです、ね。はい。はい、なんか話としたいこととかありますか。話したいこと。私はこうなのよ。聞いといて。私はこうなのよ。私はこうなのよ。私、まあ、変わった。自分で言うのもなんなんだけど、やっぱ変わってますね。他の人とちょっと違う。違う。なんか服がやっぱさ、個性的。今日はでも割と今日はでも落ち着いてる方だと。そう、しばちゃん普段あの一緒にあのライブとか見るとき分かるけど、色もちょっと使ってんだよね。そうそう。色ちょっとカラフルな感じにはしてて。絶対挨拶の次に突っ込むもん。そんなにそんなあの背中に当てられるみたいな。の本当に感じではなくて、ここで買ったのっていう。それはやっぱあれなんですか、キャリーパミパミさん の、まあ、影響。それは最初は影響だったんですけど、でもやっぱり自分 の、そのアーティストをやるにおいてそればっかりいけないので、まあ、自分 の、そのイメージ、キャラクターイメージとかも、まあ、あるので、それはまあ考えてはいて、色とかはでももともと好きなので使っちゃうちょっと癖があって、それがちょっとたまたま柴さんと一緒のライブの時ちょっと多かったみたいな感じの。そうなんで
ファッションとかもこれからブログに載っけてたらいいかもしれない。そうですね、コーディネートとか、うん、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、自分なりの今日のコーディネートであったり載せたりしてますね、うん、やっぱ原宿が好きということで、うん、ファッションも好きだった、まあ、原宿系、まあ、友達からは、うん、そう言われるけど、自分ではそんなにいいって感じです、うん、新しいモアさんが知れましたねでは続いて芝穂奈美さん、はい、芝穂奈美さんは10月9日生まれ、はい、そしてポルノグラフィティ、ピティ、グラフィティ細かい突っ込まれたあとスキャンダルが誰だっけ、スキャンダル、うん、スキャンダルね、先ほども歌っていただいたのはポルノグラフィティピティですね、歌っていただきましたけどもライブとかも行かれるんですか。大好きですね、ね、めっちゃ行きますね。ちょっと最近見たあの更新の、うん、あれはブログかな、行ったって、京都、あれは違うか、あれフェイスブックの、フェイスブックか、あれは、うん、あの京都大作戦っていう、うん、ですね、うんうん、よく友達と行くんですけど、うん、本当にライブ好きで、うん、見るのって行くのも、その自分で出るのもすごい好きなんで、うん、めちゃくちゃ行く、ね、ライブ娘だ、ライブ娘そうです、ツイッターでやっぱり今日ライブどうとかでっていうのも口もあったりだとか、うん、あとはやっぱり結構アーティストさんもすごい詳しくて、うん、数多くやっぱいかれる、なんか結構なんかそこまで、うん、これが例えばロックじゃなきゃやだとか、うん、ポップじゃなきゃやだっていうのがあんまりなくて、うん、なんか誘われたらとりあえずお金とかに余裕があったら行っちゃうみたいな、これやるんだけど一緒に行こうって言われたら、うん、大体どこでも行っちゃうの。例えば神奈川で東京飛び出して、あ、神奈川東京あたりはまあ行けるんですけど、うん、今まで行ったのは、うん、友達とは、まあ、京都とか、うん、大阪夜行バスですね、はい、夜行バス乗って行く、うんうんうん、であの行って、うん、朝着いて、うん、でライブ見て、うん、夜帰るみたいな、うん、ハードだねハードだった、あれハードでしたね、うん、自分でも無理結構ね、ライブハードだよね、夜行バスこうやって寝る、そうですよね、どこでも寝れるんですけど、うん、結構なんか夜行バスでも普通にこうグーって寝れるんですけど、すごいな、うん、なんかどこでも寝れるんで、なんかすごいね、こうだってきつくないのって呼吸できてるなんかそうね、いい感じのところ探すこうやって、みんななんか普通にこうやって寝てるけど、私寝れない人だからずっとこうやってちょっと前まくらで丸まってないと寝れないです私結構どこでも寝れちゃ う、すごい、それはいいですね、布団いらないかも、なんか布団はちょっと欲しいかもしれない、それは寒い寒かったら欲しいかもしれない、これから夏だからいらないかもしれない、いらないかも、うん、布団いらないいい時期、ライブの話からどこでも寝れるという話になりました続いてこれはね、ちょっと私、笑っちゃったからね、なんでか勝手に喋っちゃおうと思って、あの、携帯を投げたがるっていう。いや、投げたいわけじゃないですよ。投げたいわけじゃないけども、もう、今日も来る時に、ね、なんか渋谷、ここ渋谷の無限大学カフェ、うん、そうですね。に来る時に、こう、調べて、場所調べて、うん、あ、よし、ここだなって思って、まあ、iPhone を閉じて、うん、肩にかけてたこのバッグに、うんうん、入れようとしたって入れたんです、私的には入れた、うん、入れたと思ったら、うん、なんか少し歩いたらガシャコーンっていうすごい大きい音がして、はい、で後ろの、うん、なんかサラリーマンのおじさんがちょっとざわざわしてて、うん、でなんだと思って振り返ったら、うん、iPhone 拾私の iPhone 拾ってて、うん、私バッグに入れたのにと思ったらお嬢さん、うん、iPhone 投げましたってなんか入れようと思った時に入ってなくてこうシュッてこう脇から横にシュッて投げて、しかもこれ3回目なんですよ、私もうなんか最近多くて、別に iPhone を私いじめたいわけじゃないですよ、画面の傷が割れない、割れてないです、今日もやばっと思って見たんですけど、向きさすがに3回目もなると iPhone も慣れたのか、また来るなそうだってざわついてたってことは相当スナップ聞かせてるんですよ、入れてた、すごい
この本番前に聞かされてすごい爆笑してたんですよ。そうそうそう、まさかのこれは喋ってもらおうと思って。で、芝穂奈美さんはどの辺で活動してることが多いですか？はい、もう隣のもあちゃんと、うん、もうね、ほぼ一緒、ほぼ一緒で、基本的には2人ワンセットみたいな感じ。ワンセットでも被ること多い。うん、多い多い、被る。大体ライブ場所は決まってたり、うん、その、まあ、ローソさん、新宿御苑ローソさん、うん、で、出させてもらったり、うん、道の瀬さんに、うん、紹介して、もう海老名が好きなんですよ。ね、あそこはすごくいい場所だと思う。ハピハピ海老名すごい好きで、うん、いいですよね。うん、またぜひ来月も、すごい海老名いい、来月、再来月、うん、これからも出ていただきたいなと思います、うん。さあ、お時間も迫ってきたので、はい、そろそろ告知タイムに行きますか。はい、告知タイムじゃないですね。オリジナルで、私の敗者、敗者の曲を歌っていただきたいなと思います。敗者の曲って何ですか？なんだそれ。どんな曲だろう。ものすごい負け犬の曲みたいな。ないですよ。そんなことないですね。ちょっと時間をしちゃったから、そうですね、じゃあ、歌っていただきましょうか、はい。どういう曲を歌ってくださるんですか？準備の方。はい、やっぱり私もよくライブで歌わせていただいているポルノグラフィティさんのロールという曲を歌います。はい、よくしてもらいます。暑いから ね、 ね、そうですね、今日は天気も良くて、じゃあ準備の方はよろしいでしょうか。はい、もうしないから大丈夫。曲名は何ていう曲ですか？ロールです。はい、ロール。はい、では聴いていただきましょう。失礼しました。あ、最初からいいですか？ありがとうございます。あ、戻って大変失礼しました。これも生放送です。それも歌ってほしいけれども、そうですね、そっちも OK だけど。ではロールを聞いていただきましょう。めぐりめぐる君をたどる僕の探す全てになった。剥がれ落ちる心が知ってた。愛してるこの空の下で二人ゆらりゆらりまた風に吹かれ身を寄せ公園寺の方でライブがありまして、うん、まあ、それは唯
はい、まあ、ぜひ来ていただけたらと思いますので、ぜひぜひお願いいたします。ブログとかはいいですか？ブログ、あ、そうだ、ですね、せっかく告知なのに、ここに書いてあるんですけど、まあ、ツイッターもやってますし、ツイッター の, あのトップページの方にアメブロの、ブログも載ってますので、こちらの方にも来ていただければ、私のこととかももっと知れると思うので、ぜひいらしてください。ということで、はい、はい、では続いて柴こなみさんです。はい、私も明日もあちゃんと一緒に、今回さんのところでライブ少しですがさせてもらいます。あとあれも決まってるよ、6月1日。あ、そうだそうだそうだ、まあ、隣のもあちゃんと6月1日に先ほど言ってたあの新宿ロッソさんで、はい、あのライブをちょっと変わったライブにしようかなって今計画をしてるんですけども、 そちらの方も出させてもらうのと、あと私大好きハッピーハッピーエビナ、はい、はい、5月3日ハッピーハッピーエビナにも出させてもらいます。これももう本当にエビナはなんかショッピングモール街でもすごい、いるだけですごい楽しくなるんで、で外ですし、まあ晴れることによって、そうですね、はい、ぜひぜひ、すごい楽しいところなんで、まあ、買い物ついでにちょっと聞こえたら立ち寄ってくれればいいかな、はい、あとツイッターが、ここに書いてあるんですけど、私ツイッター検索のところでひらがなでシーバンドラと打っていただくと私一人だけ出てきます探しやすいですね、すごい探しやすいんで、もしあの興味あったらツイッターでもフォローしてくれたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてじゃあせっかくなので私も告知の方をさせていただきたいと思います。まず先ほども告知いただいたように5月3日が海老名中央公園の円形ステージでハピハピ海老名というのを開催します。そして5月10日こちらは横浜商科大学の鶴見キャンパスにて、キャンパスライブ、キャンパスバザール、朝市のようなものですね、そちらも開催させていただいて、そこでもステージを出演者の皆さんをブッキングしてますので、もしお近くの方がいらっしゃいましたらぜひ遊びに来てください。そして5月23日土曜日、こちら戸塚文化協会春の文化祭記念事業絆と題しまして、和服をリフォームしたファッションショーへ参加させていただきます。こちら13時15分から45分間 JR 戸塚駅、横浜地下鉄戸塚駅から徒歩5分ほどの戸塚公会堂にて開催いたします。私は今回司会で参加させていただくんですけども、いつもイベントに参加してくださるシンガーさんたちが今回モデルさんとして出演していただくことに決まりましたので、もしお近くの方は遊びに来ていただけたらと思います。私もアメブロ、ツイッター、フェイスブック、いろいろやってますのでフォローの方お願いします。それでは、はい、最後となりました。またぜひ番組に出演していただいたりとか、ぜひ出たい、もう楽しいです、ご自身の番組を持っていただいたりとかしていただけたらなと思います。モアさんと柴こなみさんでした。またお会いする機会があったらぜひよろしくお願いします。ではテレビに向かって今日はありがとうございました。ありがとうございました。